皆さん、これなんだかわかりますか？これは金賞メロンという果物です。この金賞メロン、玄海町でも収穫の時期を迎えています。今回はこの金賞メロンをご紹介します。鶴田久美子さんのビニールハウスにやってきました。私たちがこの取材を始めたのは4月の初旬でした。ハウスの中ではちょうど花が咲き、受粉の頃でした。そして5月初旬、実がだいぶ大きくなってきていました。葉っぱに隠れているのはまだ青色の金賞メロンです。わー、金賞メロンはマクワウリの黄色種とスペイン系メロンとの交雑です。マスクメロンとは違い、ネットがないつるんとしたノーネットメロンです。金賞メロンの特徴は、メロン全体が黄金色で、ラグビーボールのような楕円形をしていて、果肉が白いのが特徴です。肉質はやや固めで、サクッとした歯ごたえです。香りはマスクメロンのように強くはありませんが、あっさりとした甘みがあり、果汁たっぷりです。食べ頃は、硬くすべすべしていた表面がしっとり柔らかくなり、メロンのお尻のところを親指で押してみて、少し弾力が出てきて、香りが適度に漂ってくるようになると食べ頃だそうです。表面にひびが入っていることがありますが、それが完熟の印なんだそうです。丹精込めて作られた金賞メロンです。甘くて美味しい金賞メロンを皆さんも食べに来てくださいね。